アイボールポルス・ドッキルは、フェロー諸島エストロイ島出身のシンガーソングライター、作曲家。ポルス・ドッキルは、不詳で一般的な意味でのせいではなく、音楽活動上も、主に単にアイボールと名乗っている。フェロー諸島の民謡をルーツとし、迫力ある歌声トロック、ジャズ、ホーク、ポップス、ヨーロピアンクラシックなど広範囲にわたるジャンルの音楽への深い造形を持つ。 名前は普通ファーストネームであるエイバーのみで記される。フェロー語の表記では、イスバーとなる。楽曲は、フェロー語、アイスランド語、英語で歌唱される。多くは、フェロー語によるものだが、近年では、英語で歌唱される曲も増えている。13歳にして、フェロー諸島のテレビ番組にて自身最初のパフォーマンスを行い、同年ナショナルシンギングコンテストに優勝する。 1999年、15歳の時に学校を中退しプロのミュージシャンとして生きることを決意、ロックバンド、クリックヘイズ、並びにジャズカルテット、アイボリーに加入する。両バンド活動の合間に、フェロー諸島の伝統的な音楽や物語を学び、翌2000年、ファーストソロアルバム、エイバー・パルズ・ドティアをリリース。2001年、バンドクリックヘイズでフェロー諸島のバンドコンテスト、 プリー・フロヤーで優勝。2002年、クラシックとジャズを勉強するため、フェロー諸島を離れ、アイスランドのレイキャビークへ移住。同時に、クリスチャン・ブラック率いるエスニック・ワールド・ジャズグループ、ヨグドラシルへ加入、同年にファーストアルバムをリリースする。また同年夏には、クリック・ヘイズでアルバムをリリースし、ツアーを観光。フェロー諸島、スウェーデン、デンマーク、アイスランド、 グリーンランドで公演を行う .eivor.com2003 年にはセカンドソロアルバムクロキンをリリース。同アルバムはアイスランドミュージックアワードにて3部門でノミネートされ、アイボールは通常アイスランドのミュージシャンにしか贈られないというベストシンガーベストパフォーマー賞を受賞した。2004年に開催されたコンサートではフェロー初等公共楽団の伴奏で クリスチャン・ブラックのオペラ、フィラを歌唱した。同年、プロデューサーにカナダ人のビル・ボーンを迎え、サードソロアルバム、エイバーをリリース。このアルバムのセールスにより、アイボールは、病クと並んで、自身二度目となるアイスランドミュージックアワードへのノミネートを果たした。9月、その楽曲で、フェロー諸島の知名度を決定的なものへ向上させたとして、同年に新設された。 フェロー・オブ・ザ・イヤー2004に選出される。2005年3月にリリースされた DR 放送公共楽団のビッグバンド創設40周年アルバムトルラ・バーンデンに参加。すべての楽曲がアイボールのために書き下ろされている。また、同年、演劇、ウルフ・ハムザガの楽曲構成、演奏を担当し、アイスランド・シアター・アワードにてベスト・ミュージック・スコア賞を受賞する。 2006年にデンマークのコペンハーゲンに移住すると、直ちに現地のフォークシーンにおいて重要な位置につくようになり、その年のデンマークミュージックアワードで6つの賞と賞金を授与される。2007年にはフィフスソロアルバムとして英語版の Human Child とフェロー語版の m a n ーン a を同時にリリースした。この2枚通算のセールスはアイスランドとフェロー諸島でいずれもトップ5にチャートイン。 している。2008年、活動の拠点を故郷である、フェロー諸島の豪太に移す。2009年、アルバム制作を続けながらも、海外でのライブ活動を精力的に行う。この年に、日本でも単独公演を果たしている。2010年、シックスソロアルバム、ラルバをリリース。2012年、フェロー人作曲家のトラウンター・ボガソンと結婚。 共同で制作した通算7枚目となるアルバム、ルームをリリース。これにより、プラネットアワーズでベスト女性シンガー賞よびベストアーティスト賞、ベストアルバムオブザイヤー賞を受賞した。ありがとうございます。